ガエル・モレルは、フランスの映画俳優、脚本家、俳優、ゲール・モレルとも表記される。1972年に、ローヌ県、ビルシュル・ソーヌに生まれる。子供の頃から映画が好きで、18歳の時に、カンヌ国際映画祭のヤング批評歌唱の審査員になり、そこで出会ったアンドレ・テシネ監督により、1994年の映画、 野生の足の主人公の一人に抜擢される。同作は、セザール賞最優秀作品賞を受賞するなど高く評価され、モレルも同賞の有望若手団優賞にノミネートされる。その後も俳優としていくつかの作品に出演するが、モレル本人はもともと映画監督志望だったことから、野生の足で共演した親友のステファーヌリドーを主演に短編映画、 ラビアラブアを撮るなどの経験を積んだ後、1996年に初の長編作品、フルスピードを発表する。この作品には、リドーだけでなく、同じく野生の足で共演したエロディブシェイズも主人公の一人として出演している。またリドーについては、この作品以降も、レクラニやノートルパラディで主演に起用している。現在は主に映画監督兼脚本家として、 活動しているが、野生の足の手シネ監督による2001年の映画、ロアンでは、リトを演じる、主人公、セルジュの学生時代の友人フランソワを演じている。なお、この、セルジュと、フランソワの役名は、それぞれ、野生の足でリドートモレルが演じた役と同じであり、一種の、オマージュとなっているが、時代設定が異なっており、直接の続編ではない。ありがとうございます。